日本のレーザー技術力をご存知かな。すでに世界屈指の成果を持っているんだよね。特に三菱と川中のこの技術力は世界屈指らしいな。今回は、そんな SF さながらのレーザーシステム技術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まるで SF の世界から飛び出したような兵器が出現していて、三菱重工業と川崎重工業が、防衛セキュリティの総合展示会 DSEI ジャパン2023年3月15日から17日に、高出力レーザーを使った車両搭載型ドローン撃墜システムのプロトタイプをそれぞれ出展したよ。ドローンの利用はロシア・ウクライナ戦争でも、メディアで何回となく報道されていて、近年、偵察や地域の情報収集などの軍事目的にドローンを使う事例は確実に増えているよね。ドローンはミサイルで撃墜もできるんだけど、ミサイルは1機あたり価格が高額で、多数ドローンの撃墜に使うのはなんとももったいないわけなんだ。一方、レーザーなら電力があれば繰り返し発射できるし、発射時の騒音や火炎がないため、敵から発見されにくいというメリットがあるぜ。三菱重工が展示したドローンについて紹介していくと、出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムで、レーザーには加工などに使用されている固体レーザーの一種ファイバーレーザーを使うんだ。中核にはキド類元素のイブイッテルビウムをドープ添加した光ファイバーを増幅媒体として利用する装置となり、レーザーの波長は近赤外域のイチニウム帯で、射程は 1.2km なんだって。同社のブースではドローンの撃墜テストの様子を撮影したビデオも流し、実際に撃ち落としたドローンも合わせて展示したみたい。デメリットともなりかねない大気中の水分によるレーザー光吸収の影響に関しては説明員曰くある程度の光雨では大きな問題はありません。ただしキリやモヤの影響については今後確認することになっていますということらしい。三菱重工が開発したシステムを説明すると、内蔵している広角カメラと望遠カメラを使って的を絞り、飛行中の物体を広角カメラで捉えると、その画像を AI 解析してドローンを識別するよ。そしてレーザーと同軸に配置された望遠カメラでドローンを追尾してロックオン、レーザーを発射するということになるんだ。上空を飛行するドローンにレーザー光を正確に当てることが重要なポイントになるだろうし、そのため、同社は誘導ミサイル用に開発した画像処理技術を応用しているんだって。ウクライナ戦争ではニュース映像などで様々なドローンが実戦投入されていることは周知の事実だよな。これによって、戦場のあり方が大きく変わったと言えるぜ。DSEIJAPAN では前述のレーザー装置はもちろん、無人機関連展示が注目を集めたと言われ、これは人的被害を少なくするためだろうな。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は車両搭載型で車内での研究が重ねられてきたみたいで、過去2年ほどは種子島で実証試験を振り行ってきたんだって。レーザーのようにエネルギーをターゲットに照射して破壊する指向性エネルギー兵器 DEW は防衛面からはコスト面で大きなメリットがあると言われていて、例えば、イージス艦に搭載される迎撃ミサイルは1発あたり約40億円もかかるんだ。これに対して、レーザー兵器は1回照射するのにかかるコストは電気代数百円程度とされており、電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということだぜ。三菱重工業は社内研究を踏まえて、2021年11月防衛装備庁と車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の受注を契約は8億2500万円で契約したね。2021年度予算で、防衛省は車載レーザーシステム実証費用として28億円を計上したんだ。将来の強空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証するという説明がなされているみたい。防衛装備庁と開示は2023年10月17日、世界初のレールガン電磁砲の洋上射撃試験を行ったと発表したよな。防衛装備庁が開発を進めているレールガンを艦艇に搭載して実施したということになるぜ。防衛装備庁はこの洋上射撃試験の短時間の動画を XQTwitter に投稿すると同時にコメントを発表し、内容は、
従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で、空や海上の脅威から艦艇を守るため、レールガンの早期実用化を推進しているというものだったらしい。レールガンについて説明していくと、レールガンとは電磁砲とも呼ばれるんだけど、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を撃ち出す兵器のことだね。従来の火砲は火薬を用いているんだけど、それと比べると、弾丸の初速が大幅に高めることができるらしく、つまり、高スピードが出る兵器ということなんだ。主な用途として想定されているのが、極超音速兵器ヒパーソニックウィーポンズへの対処と見られているよ。同兵器は音速の5倍というマッハ5以上の極超音速が出せるため、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、任意のタイミングでスピードや高度を変えることができる機動性も持っているらしい。すでに中国とロシアがアメリカより先に第一線部隊に配備しているとか、実質的効果は確認されていないようだが、ロシアはウクライナ戦争で、史上初めて実戦で使用したと推測されているぜ。極超音速兵器は、その高スペックゆえに既存の防衛システムを突破する可能性のある大きな脅威とみなされ、世界各国が対応すべく技術開発を急いでいるらしい。極超音速兵器の弾道のイメージを紹介するんだけど、弾道ミサイルは発射後、一方の極超音速兵器は、発射後上昇し、高度20から 80km 付近の低高度を変速軌道を書きながらターゲットに到達するんだって。防衛装備庁によると、極超音速兵器に対する防衛では迎撃側も極超音速で会合点に向かって飛翔することが重要とのことで、レールガンは高速化のポテンシャルが高いため、火砲と比較して長い射程にも対応できる兵器だね。例えばアメリカの先行研究によると 200km 程度の射程も可能と見ているみたい。プラスのメリットは誘導弾と比べて弾丸サイズが小さいため、探知迎撃されにくい。発射薬がないので安全に運用できるなどであり、そういった点から、対極超音速兵器として有効であると判断したとみられるぜ。今から30年以上前の1990年平成2年に防衛装備庁は小型レールガンの基礎研究をスタートし、2021年までに口径 40mm の中型レールガンの試作を完成させたよね。この試作では、火砲としては高速な戦車砲の 1750m 秒を上回る弾丸初速 2000m 秒以上を目標に設定したんだって。現在は単車だけど、実戦で必須となる連射や弾丸の飛翔時の安定性などの要素技術の確立が目標ということみたい。なお、今回洋上射撃試験に使用したレールガンは、研究試作をした口径 40mm のものとは別物と思われ、あくまでも憶測だが、艦艇に搭載できる小口径版を開発した可能性も考えられるな。これについて防衛装備庁は、ノートコメントとしており、理由としては射撃試験の細部やレールガンの仕様を明らかにした場合、試験の規模やレールガンの能力が推測される恐れがあるためと言っているぜ。無人攻撃機ドローンを遥か彼方から撃ち落とす時代になり、効率的ではあるんだけど、手を汚すという自覚なしに他人の命を奪えるようになったわけなんだ。顔も名前も知らない人をボタン一つで殺してしまうというのはなんとも恐ろしいことだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年8月6日付の朝鮮日報のオンラインニュースにより、韓国慶尚北道慶州市山浦村に建設中で2025年に竣工予定の原子炉研究施設とされている、文部大王科学研究所について取り上げられていたね。TV 朝鮮が同研究所では民間船舶用小型原子炉の開発だけでなく、軍当局や防衛関連企業が原子力潜水艦用小型原子炉の開発も進めていると報じていることが明らかにされたらしいな。今回はそんな韓国が建設中の原子炉研究所について詳しく解説して、それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。TV 朝鮮が報じているのは、文部大王科学研究所については2021年に当時のムンジェイン政権が、民間船舶用の小型原子炉を建設し開発するための施設であるとして発表していたんだけど、
韓国軍当局や防衛関連企業が原子力潜水艦用の小型原子炉開発も進めていることが明らかになったということで、韓国政府関係者が語ったとして原子力潜水艦のエンジンである小型原子炉開発を進めるための陸上試験場を、文部大王研究所に建設しているとした上で、原子力潜水艦用小型原子炉を2030年代初めまでに開発する計画であると述べたことを伝えているよ。さらに、かつてムンジェイン政権だけでなく原子力潜水艦の保有を悲願としている韓国が、アメリカの反対によって高濃縮ウランの確保ができず原子力潜水艦の建造ができなかったとしてアメリカ政府を非難した上で、この陸上試験場において研究開発される原子力潜水艦用原子炉が、核兵器に転用が可能な高濃縮ウランを使用しない低濃縮ウランで稼働する原子炉であるため、商用利用が可能で国際原子力機関 IAEA の査察が必要ないとしてアメリカの意向に関係なく、韓国が自由に原子力潜水艦を保有する可能性が高まったと伝えたね。この TV 朝鮮が独自ニュースとして報じた、韓国が文武大王科学研究所で原子力潜水艦用原子炉を開発する可能性については、2021年12月にアメリカのニューヨークタイムズ NYT が報じていて、それによると韓国が2025年までに総額3200億ウォン約373億5000万円を投じて完成させ、2027年までに出力70メガワットの船舶用原子炉を開発するんだって。その他 NYT の記事では原子力潜水艦保有への願望をアメリカに伝え、トランプ前大統領が韓国に対してアメリカの原子力潜水艦を買えとの提案をしたことを明らかにしたが、アメリカ政府の意向が核拡散を懸念する方向であったためにトランプ前大統領に思いとどまらせたために、韓国がアメリカの原子力潜水艦を購入するには至らなかったと報じたな。そしてさらに、文部大王科学研究所の建設によって韓国が長年抱いてきた原子力潜水艦開発の夢を実現できる潜在力があるとも伝えているぜ。民間船舶用の小型原子炉そのものは原子力推進の砕氷船やコンテナ船などにすでに搭載されているものと同じなんだけど、これを原子力潜水艦にも応用することは可能で、ロシアの原子力砕氷船、原子力潜水艦などに搭載されている原子炉を設計した OKBM が2017年度に発表した報告書に韓国原子力研究院とは、一体構造型原子炉の研究開発協力について話し合っていくと書かれた文言があるとして、アメリカが韓国の原子力潜水艦保有を反対し続けた場合、韓国がロシアの協力の下で原子力潜水艦を建造する可能性を指摘していたよ。韓国とロシア両国は1995年以降、経済協力借款償還プログラムプルゴム事業を進めているんだけど、これはソ連が崩壊する直前の1991年に韓国がソ連に融資した約10億ドルをめぐって、ソ連崩壊によって経済が破綻していたロシアが韓国に対して現物償還を提案したもので、韓国はこの事業の一環として2007年からロシアと軍事技術提供協力関係にあるんだ。韓国は近年、潜水艦発射弾道ミサイルサブマラインローンチとバリスティックミサイル SLBM や、射程距離が 500km ありマッハ3の超音速で飛行する巡航ミサイルなどを続々と開発しているが、これらはロシアからの軍事技術提供によるところが大きいとされていて、当然アメリカ側としては新北朝鮮、新中国、新ロシアの軍在トラ政権である限り、自国の原子力潜水艦建造技術が韓国からロシアに漏れることを懸念したのは当然のことだな。韓国ではアメリカに対して、イギリスとオーストラリアとの軍事同盟であるオーカスでは、オーストラリアが原子力潜水艦を保有することを認め、イギリスと共に進んで建造技術を提供しようとしているのに、韓国には一切保有を認めない姿勢をとっているのは同盟国としてあるまじき姿勢だとして非難する声が上がっているが、ロシアとの軍事技術提供協力を結んでおきながらアメリカが同盟関係上の義務を果たさないと不満を募らせていることについて、他の西側諸国においては韓国への同情よりも嘲笑でもって迎えられているぜ。これまで韓国による原子力潜水艦の建造が叶わなかった理由としては、
このことによって核燃料である 20% 以上の高濃縮ウランをアメリカから確保することができなかったためとされていたんだけど、文部大王科学研究所で開発を進める原子力潜水艦用原子炉に使用されるウラン燃料の濃縮率は 19.75% とされ、韓国のメディアは現在の規定では IAEA による査察の必要なしに韓国が自由に使用できると主張して、韓国が原子力潜水艦を持つことができそうだとの喜びを伝えているね。アメリカとイギリスの原子力潜水艦が燃料として使用しているのは、最長で33年間は交換不要とされる濃縮度 93% から 97% の高濃縮ウランで、これは核兵器に使用されるものと同じ濃度であり、使用する場合には IAEA の査察が必要なんだ。それに対して、フランスの原子力潜水艦では濃縮度 5% から 7.5% の低濃縮ウラン燃料を使用しており、約10年に一度の燃料棒交換などが必要とされているよ。韓国の原子力潜水艦用原子炉は、フランスの原子力潜水艦のような低濃縮ウランで稼働するものを目指しているとみられ、このような原子炉の開発が実現できれば、韓国が計画しているとされるチャンボゴ級潜水艦のバッチ3に搭載されて、韓国が原子力潜水艦を保有する可能性が高いとみられているぜ。韓国ではこのようにオーカスの下でオーストラリアが原子力潜水艦の調達することを公表する以前からその保有を希望していたが、オーストラリアの導入計画が明らかになったことでその他にもアルゼンチン、ブラジル、カナダ、イラン、サウジアラビアといった非核兵器国も、原子力潜水艦を取得して IAEA の規制措置にかからぬように、核燃料低濃縮ウラン及び高濃縮ウランを保有しようとする動きを見せていることから歯止めの効かない核拡散が起こる恐れがあるわけだ。すでに新技術による課題に直面している IAEA による保障措置検証制度を弱体化させ、いずれはこうした核物質が核兵器に転用される可能性は否定できず、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を提供して保有させるとするオーカスの決定は、世界の安全保障に深刻な脅威をもたらしかねないと指摘する声は多いみたい。また、TV 朝鮮のリポートではアメリカ軍のインド太平洋軍司令官が、韓国が原子力潜水艦を保有することに対して公の場で賛成の立場を示したとして、アメリカが韓国に対して友好的になり低濃縮ウランを供給する可能性が高まったと報じているぜ。これは2024年6月11日にハワイのシッカム空軍基地において、インド太平洋軍のサミュエル・パパロ司令官への韓国メディアによるインタビューの中で、韓国メディア側が韓国で原子力潜水艦導入の声があるがこれについてどう考えるかという質問に、パパロ司令官が北朝鮮の核の高度化は誰もが懸念している状況だとした上で潜水艦による戦闘遂行の観点から見ると、同盟国として韓米両国が戦力を統合し、防衛できる最も効果的で効率的な方法を模索することが重要だと述べたことを受けて、韓国メディアが韓国の原子力潜水艦の導入が最も効果的かつ効率的だとアメリカ側が判断すれば、導入を推進できるとしたことを指しているらしい。しかしながら、このインタビューでパパロ司令官は韓国が原子力潜水艦を持つことが最良とは一言も述べておらず、韓国メディアが都合よく解釈したに過ぎないとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。新たな戦闘機の開発を目指し、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ始動だね。日本は従来に習ってアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発と見られていたのに、大きく変更したぜ。高い技術力を持つ IHI 社の国産機関部の完成に期待が寄せられているな。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。新たな戦闘機開発の枠組み GCAP による日本とイギリス、イタリア3カ国の共同開発が正式に発表されたのは、2022年12月9日のことだったね。
日本とイギリスは2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定し、2022年初めから IHI 社とイギリスのロールスロイス社で実証実験を始め、2022年2月には次期戦闘機用のレーダーやセンサー類に関する実証実験機の共同研究も決まっていたんだ。つまり、今回はこれまでの GCAP の流れを公式に各国政府が認め、満を持してプレス発表になったということじゃないかな。この GCAP で開発される戦闘機は空自が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍及びイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるらしい。日本とイギリスの次期戦闘機をめぐる協力関係はここ2年ほどで急速に強まっており、日本はこれまでのようにアメリカのロッキード・マーティン社を開発技術サポートとして指名するのが当然という流れに区切りをつけた形になったわけだ。日本は1945年昭和20年太平洋戦争で敗北していて、その後は自衛隊が装備する戦闘機など軍備につながる産業分野もアメリカ製の機体を日本の企業が高値で購入させられるという形で制御されたため、航空機の開発技術が大きく後退することになったよね。今回の次期戦闘機開発は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機が目的であり、この F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画だったんだけど、当時はエンジンの製造が技術的に困難だったため、三菱重工業者が主体でありながらも、アメリカとの共同開発になってしまったんだ。そして当時は日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間で政治的問題からアメリカの F-16 を土台にすることを要求されたため、国産化はできなかったよ。その F-16 戦闘機に手を加え、日本の最新電子技術を盛り込むなど大きな大掛け機な変更を行い、必要な対艦攻撃能力を強化したってわけだね。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核であるコントロール部分の情報は日本には公開されなかったわけで、そのせいで状況変化があっても、日本では自由な仕様変更はできなかったことになるぜ。こうした F2 戦闘機開発の経験黒歴史をもとに、その後継機開発については日本の三菱重工業者を主契約企業とし、その下に国内の各分野の関連企業を集め、開発の主導権を日本が有することを前提として進めてきたというわけだな。もちろん、従来のようにアメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野には入れていたんだよ。しかしシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況だから、日本とアメリカの意見が折り合わなかったんだろうね。そこで、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力して次期戦闘機開発を開発、配備を決定したわけだ。これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係で開発できるだろうと期待されているらしい。さて、今回の GCAP では、日本は三菱重工業者が主契約者で機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっているね。イギリスは BEA システムズ社が全体の統括と機体、ロールスロイス社が機関部、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当するから、チームテンペスト計画そのままの布陣と言われているよ。ところで GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には IHI 社が製造した国産エンジンを使用するという推測もあったみたい。というのは、日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、XF-9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、膨大な電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応しうるクオリティだったからだね。しかも2018年に IHI 社が防衛整備省に1機だけど、納入しているからなんだ。XF-9 エンジンは地上での動作確認では、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上。空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録したぜ。この FX9 エンジンの基本的なコンセプトはスリムで大出力のハイパワースリムエンジンだな。
エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を進め、搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目標だったらしい。近年では戦闘機による空対空戦闘は減少しているんだけど、今回の FX-9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件で、敵のミサイル等による攻撃回避にとても重要なんだよね。機体を集めて完成して国産の戦闘機用 FX-9 エンジンだけど、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアはしたものの、実用機テストはまだ行われていないから、量産化には時間がかかると思われるよ。ところでロールスロイス社といえばイギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの、機関部開発も主導している世界的なエンジンサプライヤーだな。そのロールスロイス社さえ、テンペスト計画の機関部開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がどれほど難しいものなのか考えさせられるよな。ロールスロイス社が開発する機関部は、電力の大量消費こと反してスモールコア電力、熱制御、つまりコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるらしい。こういったロールスロイス社の技術力はアメリカには劣るようだけど、日本の XF9 エンジン技術より段違いに高く、これからの戦闘機に求められる発電能力と冷却性能の分野では先行しているんだ。となると、やはり開発の主導権はロールスロイス社が握ることになるかもしれないね。IHI 社製の FX9 エンジンは小スペースや将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現しているものの、まだ発電能力と冷却性能の分野では遅れているところもあるから、今後はこれまでの開発をフル活用して実用機での採用に期待する声が多いみたい。IHI 社の歴史を紹介すると、2007年7月に社名を変更しており、それまでは石川島播磨重工業として江戸末期から160年を超える歴史を持つ、日本の三大重工業の一角を支えている企業だよ。日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野においてジェットエンジン製造では 60% の国内シェアを誇っている企業なんだ。IHI 社がライセンス生産したものも数多く、空自が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジン、F15J イーグル戦闘機に搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンなどだな。その他にも海自に採用されているエンジンもあるから、IHI 社の技術力の高さを証明するには十分だよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。